関東大学リーグ戦一部、9月15日アット熊谷ラグビー場、埼玉。東洋大52から43法制大。東洋大が前半3分に敵陣中央をラインブレイクした CTV 朝を至る音のトライ、G、と、6分にハーフウェイライン付近のラインアウトから突破した WTB モリースマークスのトライ、G、で14点のリードを奪う。 放題は12分の PG と27分に相手守備陣をすり抜けた WTB 小林正春のトライ G で10点を返し4点差まで詰めた。ここから東洋大が32分のラインアウトモールからのトライ G44 分の FB 坂本小珀の突破によるトライで11点を追加し26の10でハーフタイムに突入した。後半も勢いを増す東洋大は 3分にラインアウトモールからトライ、G。9分にもラインアウトモールが起点となった CTB 朝尾いたるおとのトライで12点を追加し、リードを28点まで広げる。巻き返したい放題は13分のキックの再獲得から CTB 隅釜ゆずとのトライ、20分に右の大外まで回し WTB 松田陸空がマークしたトライ、G。で12点を返した。 ここから東洋大が得点し、放大が同じ点を返すというつかず離れずの展開が続き、40分が過ぎた時点で52-36で東洋大がリード。放大が47分にフェーズとパスを重ねて CTB 隅田真ゆずとが2本目のトライ、G を奪ったところでノーサイド。52対43で昨季リーグ戦5位の東洋大が同リーグ戦3位の放大を破り、 開幕戦に続きに連勝を果たした。放台はリーグ戦1杯目。次戦日程、10月6日、日曜日東洋大 VS 流径大アット流通経済大学龍ヶ崎フィールド。9月29日、日曜日放台 VS 関東学大アットセオリナハウスフィールド三里。関東大学リーグ戦一部。9月15日アット熊谷ラグビー場、埼玉。 大東文化第35から17日本大きっ抗した展開が続く中、前半24分にラインアウトモールから大東大が先制のトライ、G をマークした。日大も反撃し、29分の SH 福田良平のトライ、G、33分のナンバー8大宮壁界の左隅へのトライ、G で一挙に逆転。 前半終了間際には大東大がラインアウトモールからトライを奪い、14から14の同点で前半を折り返した。後半3分、大東大のウ外で待つ WTB 神田とはワにパスが渡り、トライ、G で7点を勝ち越す。大日大は24分に PG で3点を返すが、大東大は28分にラインアウトモールからのトライ、G。 直後の30分に相手のキック処理のもたつきをついたナンバー8のアトファヨノのトライ、G で一挙に1 4点のリードを奪った。35対17でシーソーゲームを制した大東大が2連勝を飾った。日大は開幕から2連敗。次戦日程、9月29日、日曜日大東大 VS 立正大アットセオリナハウスフィールドミサト。9月29日、 日曜日日大 VS 東海大アット小田原市城山陸上競技場